持ったら、はい、こんにちは、札幌占い美容室早任せの後藤です。今日も、営業後に、モデルさんの方をやらせていただこうかなと思うんですが、今回はなんとね、5分しかないので5分で綺麗に整います。5分で綺麗に整います。毛先がちょっと今バラバラなので、前髪ちょっとメインで切りたいと思うんですけど、ちょっとこの辺が若干バラついてるんで、ちょっとパーマのあれだね、これは。今毛先を切ってるんですけど、適当に切ってるわけではなく、あとレイヤーをちょっと入れます。はい、ちょっと今時間がないので、このまま、はい、ここのまっすぐのラインに引き出して、はい、毛先をちょっとこういう感じですね。先が揃ってない。はい、リフトさせて、こういうぐらいバラバラなので、ここを切ります。でバックを、バックはイヤートゥじゃなくて、ここイヤートゥイヤーのここのラインから後ろをつないで、そこを上に持ち上げて切ります。本当に簡単なレイヤーカットですね。これでほとんど綺麗になるんで、あと顔周りですね。顔周りをサイドチェンジで切ります。はい、でこれで、全体のつながりをちょっと確認をして、でこれだけでも揃ってるんで、まあ、普段はもうちょっとちゃんと切るんですけど、ちょっと今日は5分。はい、これで毛先で前髪をちょっと切ります。はい、バックからちょっと厚めに持ってきて、はい、上から手を持ってきて鼻のてっぺんぐらいで切ります。イングラですね。こういう風にイングラを作ってます。で、サイドにつなげていきます。
R2 セニングの逆刃切りはすごく簡単で、このまま綺麗にボケてくれるんですよね。で内巻きに入れて R2 でこのままチョキチョキってやってくれるとボケながら前髪切れるんで、これめちゃくちゃ楽な方法なんですよね。これでもう全然綺麗に切れます。ここを内巻きにこう入れるのがポイントなんですけど、内巻きに入れちゃいすればもうこっちのもんですね。でイングラの状態を左手の人差し指と中指で持ったら、もうそのままチョキチョキって逆刃でやれば OK で、あとサイドはこっちのショーバルでつなぎます。で多分これだと若干重いかも、重いじゃないな、動きがちょっとないんで、中の方に、この T2 セニングで若干穴を開けて、ちょっとなじませておきます。こんな感じですね。そうすると少し動きが出て、でこのような感じで、で最後こちらシークレットのこちらですね、シークレットのワックスをちょっと揉み込んでいきます。中からまあちょっと5分でねカットなんで、ちょっと若干雑な感じになっちゃうんですけど、よいしょ、中からつけて、前髪はねあんまりつけない方がいいと思います。こんな感じにできますね。刈ります。今日も撮影の方が、無事終わりました。今日はちょっと時間がなくてカット5分でやったんですけど、普段はもっとゆっくりやります。ですので5分カットなんでちょっと申し訳ないんですけど、はい、でも早くでもね無駄を省けば消えるってことなので。なるべく無駄の部分を省いて、より必要なところをカットの時間をかけていただければいいかなと思います。で色の方はここから抜けて、もっとベージュっぽい色に抜けていきますので、こんな感じで、では今日はありがとうございました。バイバイ。じゃあねー。